どうも皆さんこんにちは、チャックバスです。本日はですね、プリンスホテルの I Love 東京キャンペーンとですね、 ANA 特旅マイルキャンペーンね、同時に解説ねしていきたいと思います。この動画にはね、目次技能入れておりますので、概要欄から時間クリックしていただけると見たい項目からね見ることできますので、ぜひねそちら活用していただけたらなっていうふうに思います。まずね、プリンスホテルグループはですね、 GoTo トラベルキャンペーンね対象外になった東京都在住されている方限定にですねキャンペーンをね始めました。まあこの GoTo トラベルキャンペーンをね除外された、まあ、東京都をね、まあ、逆手に取ったキャンペーンで、まあちょっとねユニークなキャンペーンだなと思いましたね。今回動画作らせていただきました。キャンペーンの概要ですね、期間が7月22日から GoTo トラベルキャンペーンが東京解除されるまでというふうになっておりまして、対象が東京都在住の方ということで、利用するときにですね証明書提示ねする必要があります。特典なんですけども、館内クーポン5000円分ということで、ホテルでね利用できるクーポンがね一室一滞在につき1枚ということで、まあ1人1枚ではないんですけどももらえるということで、まあこちらね滞在中に利用することができて、宿泊料金にはね残念ながら利用できないんですけども、ホテルのね施設内で利用することができます。またね対象ホテル、レストラン、バー、ラウンジなどが 20% オフでね利用することができます。こちらはね9月30日までね、まあ、予約が対象という風になっております。対象ホテルなんですけども、都内のね9個のホテルが対象ということで、ちょっとね画像を出しておきますけども、こんな感じでね対象ホテルが出ております。で、私の方でもですね、いつかプリンスホテルの動画ね解説させていただいてるんですけども、プリンスホテルっていうのはポイントサイトのポイントをですね交換していくとですね、プリンスホテルのポイントにですね交換することができてですね、まあプリンスホテルっていうのはポイントサイトで稼いだポイントで無料でね宿泊したりすることもできるんですよね。ですので、まあある程度マイルを貯めていてプリンスホテルにね、まあ、交換すれば国内旅行をねかなりねお得に利用することができますので、まあ、そちらもね覚えておいていただきたいなというふうに思うんですけども、今回ねこの全部でね9のホテルの中にプリンスギャラリー、東京紀尾町ホテルとですねザ・プリンスパークタワー東京がまあ入ってますよね。まあこの2つのホテルはですねマリオットボンボイホテルのダブルネームのねホテルというふうになっておりますんで、もしね都内に住んでいる方ですね、マリオットホテル検討されている方はですね、まあ、館内クーポンがね、まあ、もらえるということで、ぜひねこちらをね検討してみていただけたらなというふうに思います。まあ、東京都内ね限定の方のキャンペーンになるんですけども、こういうのもね GoTo トラベルキャンペーンはですね東京都在住の方ね除外されてしまいましたので、ユニークなキャンペーンだなというふうに思います。次にね特旅マイルキャンペーンですね。まあ、この ANA のね特旅マイルキャンペーンっていうのは本来のね、まあ、必要マイル数から少ないねマイルで利用できるインターネット限定のねキャンペーンというふうになっております。で、2020年のね特旅マイルキャンペーンはですねお盆と年末年始を除いてね毎週行われる予定ですので、私のチャンネルでもですね発信していきますけども、やはりね出すタイミングはねズレがありますので、もしねこの場所を狙いたいみたいなのがある場合はですね、ぜひね公式サイトを確認するようにしてください。旅マイルキャンペーンなんですけども、片道3000マイルから利用することができて、空席があればですね前日から予約することが可能です。で、予約変更に関してはキャンペーンかつね同一路線のみ可能というふうになっておりまして、キャンペーン対象外の期間にはね変更はできません。また払い戻しなんですけども、未使用に限りね1人3000マイルで払い戻すことができます。気をつけていただきたいのはですね、こちらインターネット限定のねキャンペーンになってるっていう点とですね、こちらキャンペーンをね利用するにはですね1区間ごとにね予約する必要がありますので、その点はね注意していただいて利用してみていただけたらなというふうに思います。またねこちら利用する際はですね、予約完了する最後の最終画面でですね、こちらキャンペーン適用のねマイル数になってるかね確実に確認するようにいたしましょう。今週のね特旅マイルキャンペーンの期間ですね、予約期間が7月の22日から7月の28日、搭乗期間が7月の23日から7月の29日までっていう風になっております。ではねこちら路線ここら辺にバンって出しておきますけども、今回もね前回とほぼ同じぐらいのね数の路線が出ております。個人的にはですね、まあおすすめ路線っていうのは札幌路線ですね。昨日出した動画ね皆さんね見ていただけましたでしょうかね。かなりねこの札幌夏割キャンペーンだね本当に激アツで、今回再びマイルキャンペーンですね、仙台伊丹からねこの札幌路線出ておりますので、
こちら組み合わせるとですね、まあ、かなりねお得に利用できるのではないのかなというふうに思います。この札幌夏割キャンペーンっていうのはね、1人ね6000円以上のね宿泊で5000円の割引が受けられて、さらにね3000円のクーポンがねもらえるっていうね、まあ、結構すごいキャンペーンですね。1000円で宿泊して3000円のクーポンがもらえるっていうね、まあ、かなりねすごいキャンペーンになっております。またね今現在ですね、この札幌の観光施設はですね、回ろう札幌見どころ施設化無料化月間ということで、札幌の観光施設もですね一部ね本来有料で利用するところはですね無料で利用できたりっていうのもありますので、こちらの詳細についてはね公式サイト概要欄に入れておきますので、ぜひねこの特旅マイルキャンペーンとですね一緒にこの札幌夏割キャンペーンもね利用してみていただきたいなっていうふうに思います。いかがだったでしょうか。今回はですね、プリンスホテルアイラブ東京キャンペーンとですね ANA 特旅マイルキャンペーン、解説させていただきました。どちらもですね個人的にはかなりおすすめっていう風になっておりますので、利用予定がある方はですね新型コロナウイルスのね影響もありますので、対策だけはね、確実にしていただいて、利用してみていただけたらなっていう風に思います。今回の動画はねこんな感じで終わりたいと思います。この動画が役に立った方はいいねチャンネル登録ぜひお願いいたします。私ブログ Twitter もやってますんでフォローチェックしてあげるととても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。